BF-108B-2 メッサーシュミット BF-108 は1934年にバイエルン航空機製造車で開発された単発スポーツ機。愛称はタイフン。もともとはチャレンジ1934のためにエアレース機として設計されたもので著名なメッサーシュミット BF-109 戦闘機に通じる全金属製引っ込め足の先進的なスタイルを持っている。 その後ドイツ空軍にも採用され、輸送や広報連絡用に広く使用された。本機のタイフンというニックネームは女流飛行士として世界で2番目に単独で世界一周を行ったドイツのエリー・バインホルンによって与えられたものである。ハインケル社から BFW に移籍したロベルトルス・サー・ギッシュが中心となって、当時としては先進的な全金属製、セミモノコック構造、 低翼単葉、引っ込め足という設計のスポーツ機、M37 が開発された。これを発展させた初期生産型 BF-108A は1934年に初飛行し、6機が生産された。これらの機体は、複座で金属製の三羽プロペラを装備していた。当初は墜落事故を起こすなどしたためレース機としては、不適当という意見も強かったが、 改良を重ねた結果レースで高成績を上げ、注目を浴びることとなった。BF-108A の改良型である BF-108 バイトは、翌1935年から1942年までに500機、余りが生産された。座席は4席となり、エンジンはアルグスアズ10空冷倒立8機等装備、プロペラは木製のに羽根可変ピッチ式となった。本機はドイツのほか ブルガリア、スイス、ルーマニア、ソ連、中華民国、フランス、イギリス、アメリカ、日本、満州国などで使用された。また、本機の高性能差に目をつけたドイツ空軍は輸送、連絡、訓練に利用できる、範囲 BF-108 の成功によって得られたデドイツでの生産終了後、本機の生産設備は占領した、フランスのロール車に移されて、 ノール1パングアンの名で生産が続けられた。ノール社の生産は戦後も続き、生産機数はエンジンを換装した1 0 1 1 2を合わせて285機に及んだ。BF-108 倍止め 208V1 第2次、世界大戦の勃発に伴い、イギリス空軍が4機の BF-108 を接収し、メッサーシミットウルドンの名で高速連絡機として使用。 戦闘機の BEF-109 と間違えて攻撃されるなどの混乱もあったという。アメリカでは1939年に1機を購入し、XC-44 と名付けてヨーロッパにおける軍事施設の連絡用に用いた。本機は1941年12月にドイツに買い戻された。国外での購入機にアメリカ軍の正式名称が割り振られたのは本機が唯一の例である。 読売新聞社が、ベルリンオリンピックの写真原稿輸送のために、昭和11年8月に一機を購入、ベルリン東京を3日間の連絡飛行を企画したが、ソ連上空の飛行許可が降りず、結局1000便で輸入された。国内では、読売6号機として使用された、登録記号 J バック。ドイツによるフランス占領の後、メッサーシミット社からの指示の下で、 フランスの北部航空機製造校舎は BF-108 を製造した。目208はノール社が開発した BF-108 改良型で胴体と翼を延長したほか、膠着装置を前輪式とし前輪は後方、主脚は内側への引っ込めに変更したものである。原型機が2機完成したところでフランス解放を迎えたため、純粋な目208は2機の生産で終わっている。こうして、 フランスでの戦争が終わると、ノール社ではその後にも継続して、本機をノラルファの名称で量産した。さらに改良された方は、1963年までフランス軍で使用された。BF-108 は、印象が BF-109 に似ており民間登録が簡単に取得できることから、代役として登場する映画も多い。ありがとうございます。